はい、毎度おなじみ天の声です。今回は大阪府枚方にある三代目たくちゃんさんで巨大お好み焼きチャレンジに挑んだ時のやつ。お好み焼きとは言ったんですけど、村長そこらのお好み焼きではなくてですね、そのお好み焼きの上にさらにね、焼きそばとたこ焼きを乗せるっていう狂気の炭水化物重ねがけが施された次世代型お好み焼きとなっております。どうしたらこのような発想に至るのか、次世代を切り開くものはいつの時代もね、常識にとらわれない考えから生まれます。ちなみにこれ従来はね、2人で1つを食べるチャレンジなんですけど、今回はね、発想を逆転させて2つを1人で食べる挑戦にしてみました。制限時間は45分。早速ね、本編の方へと参りましょう。どうぞ。さあ始まりました、巨大お好み焼きチャレンジング。制限時間は45分です。巨大お好み焼きとは言ったんですけど、ちょっとお好み焼きの上にね、この焼きそばやらたこ焼きやらのなんかね、粉もん首脳陣ががっつり乗ってるんで、ちょっと世間一般で言うね、お好み焼きとは様子が違いますよね。ちなみに厳密には3人前の巨大な豚玉の上に、さらにね、もう二回りぐらい小さい豚玉1人前を乗せ、さらにね、その上から2人前の焼きそばを乗せて、周囲を15個、約2人前のたこ焼き親衛隊で囲うっていう、もう1つあたり計8人前、鬼の炭水化物構成となっております。すごいビジュアルしますよね。一周回ってね、これ上に乗った焼きそばがね、モンブランケーキに見えてきました。多分ね、これ2つで成人男性約5日分のカロリー、約1万キロカロリーぐらいあると思うんですけど、このうちね、多分ね、8000キロカロリーぐらいは炭水化物が占めてそうですよね。ここまで糖質に振り切るとね、逆に清々しいです。ちなみにね、このチャレンジ、本来はね、二人で一つ、約8人前を食べるチャレンジなんですけど、今回はね、ちょっと発想を逆転させてみてですね、二つ、かっこ16人前を一人で食べるチャレンジにしてみました。やっぱね、今の時代、発想の転換って大事ですからね。僕もちょっとね、常識にとらわれていてはね、このご時世生き残れないなって思い、このような行動に打って出ました。ちなみにこれね、魔改造前の一つを二人で食べるチャレンジでも、これね、一人当たり4人前食べないとダメなんで、ちょっとね、粉もんってことを考えるとね、普段こういうのやってない人からしたらね、結構きつそうですよね。実際ね、今までも30組ぐらいね、これチャレンジされたそうなんですけど、二人一組で。ただね、成功したのは3組らしいです。二人やとね、これチーム戦なんで心強くもありますけど、逆にね、一歩間違えたら最後、たこ焼き1個どっち食べるかとかね、仲間内でのね、ライアーゲーム始まりそうですよね。いやもう、超無理やって。もうたこ焼きに入ってるネギ1つも入らんぐらい腹パンなんやって。いやいや、俺こそ、あーみたいな感じで、人狼ゲーム始まりました。こういう時ってマジで腹パンなんですけど、なんか意外と食後にアイスとか食えちゃったりして、それでまた物議醸し出したりする時もありますよね。いや、お前、まだ食えるやんけみたいな感じで。こうは言ったんですけど、個人的にはね、この二つ以上でね、チームになって、一つのデカ盛り食べるのって、そしゃげで言うね、レードボス倒すみたいな感じで熱いんでね、一回やってみたいですけどね。ただ結構ね、これ、動画にするのが難しいっていうのと、そもそもね、このご時世だとちょっとね、複数人数で一つのものを食べるっていうこと自体が、はばかられるというか、きつい感じなんで、実現への壁はね、なかなか分厚そうです。さあ、チャレンジの方なんですけど、1個目のね、最下層お好み焼きちゃん来ましたね。3人前だけあって、上に乗ってた焼きそばとかがね、なくなるとさらにでかく見えます。そしてね、結構分厚いです。なんとなくね、これ4分割にしてみたんですけど、普通に考えてね、取り皿オーバーキルしてるんで、8個ぐらいに分けた方が良かったですね。ちなみにね、味の方なんですけど、先ほど申し上げたようにね、想像以上に分厚くて、
結構ねふわふわしてるんですよね。だからまずこれね、生地単体で考えてもねめちゃくちゃうまいです。そしてね、具材の方も控えめにいって、ジュース、キャベツはね水っぽくなくいい感じに焼き上がっていて、若干ね甘さを感じるもので、豚肉ちゃんもね、決して多い量ではないんですけど、香ばしくねパリパリと焼けていて、ふわふわ生地のねいいアクセントになっております。つまりまとめるとこのお好み焼きは神ですね。いやね、ほんと前のお好み焼きチャレンジの時にも感じたんですけど、最近ね、マジで鉄板焼きがうまく感じます。子供の頃はね、嫌いではなかったんですけど、少なくともね、能動的に食べたいって思うことはなかったね、粉もそたちが、年取ったからかわかんないんですけど、今ではね、晩飯候補として、毎日ね、上がってくるレベルまで昇格しました。もうね、鉄板焼きに飢えてます。ただね、候補には上がってくるんですけど、過去の採用実績はね、片手で数えられるぐらいですね。一番の理由は、作る手間です。こんなもんってね、結構ね、お手軽なイメージあるんですけど、自前で作るってなるとね、野菜切ったり、生地作ったりとね、まあ大変なんですよね。しかもね、スイッチ入れたら炊けるね、お米ちゃんとか、茹でたらね、基本放置のパスタちゃんとかと違って、焼くときもね、伸ばしたりひっくり返したりと、つきっきりでお世話しないとダメなんで、まあね、世話しないと。それ考えるとね、仕事終わりの疲れた体でやるのね、結構負担なんですよね。もうおっさんになってくるとね、1日につきね、1個しかできないんですよね。昔とかね、学校行って、習い事して、友達と遊んで、帰ってまたね、ゲームとかしたりするフルコースできたんですよ。毎日がフルコースやった。でも、今はもう1日1品料理が限界ですわ。鉄板焼き好きになってくんのおっさんやのに、鉄板焼き作る体力は子供時代にしかないという、このジレンマ。だからね、もう毎日ね、鉄板焼きは食べたいと思いつつも、なんかね、疲れてると、今日はね、別のでいっかみたいになるんですよね。いやいや、それぐらいで手間ってなんやねんって話なんですけど、僕のね、いつもの料理が、炊いたお米に業スーで買ってきたレトルトルーぶっかけて、惣菜添えたやつとか、買ってきた茹で味噌に、めんつゆと温玉ぶっかけたぶっかけうどん、ぶっかけそばとかで、ね、また乾麺パスタにこれまたレトルト汁かけたやつとかなんで、もうね、それ料理偏差値ね、土底辺なわけですよ。つまり、もう野菜切ってね、粉からね、生地作るなんてなればね、もう一種のイベントですよ。その日にね、思いついてできるもんじゃない。もう予定日にはカレンダーでしっかりと印つけて、当日に向けてね、いろんなレシピから自分でも失敗しなさそうなものを入念に厳選し、YouTube でね、その上動画まで見て、シミュレーションを行う、そのレベルです。それでやっとね、成功率3割ぐらいのガチャになりますからね。自炊ガチャ、マジで闇が深すぎる。とかなんとか言ってるうちに、1個目のね、粉もんマウンテン食べ終わって、2山目登り始めてます。時間はね、だいたい16分半過ぎたぐらいで、制限時間は45分とね、たっぷりあるんで、今のところね、順調ですね。ちなみにね、さっきね、お好み焼きが全知全能の神って、申し上げたと思うんですけど、このね、他の上に乗ってるね、焼きそばとたこ焼きちゃんもかなりうまいです。まずね、焼きそばなんですけど、これ関西風のね、甘めのソースに、なんといってもね、このもちもちとした麺がね、たまらないです。最近はね、いろんな美味しいカップ焼きそば、インスタント焼きそばが販売されて、もうね、料理偏差値3の僕レベルでも手軽にね、美味しい焼きそばが作れるようになったんですけど、やっぱね、こういうもちもちとした麺っていうのはね、インスタントではなく鉄板焼きならではですよね。そしてたこ焼きの方もうまくてですね、カリカリの外の生地を噛んだ瞬間に、中から出てくるね、トロトロがとにかくやばいです。イメージとしてはね、焼きマシュマロに近いですね。この中がね、トローンとなってるね、たこ焼きってのは、関西のたこ焼きの特徴として知られてるんですけど、これまたね、自分で作るとなるとね、意外とむずいんですよね。てかなんか僕が作ったら何でもむずく感じるだけかもしんないんですけど、なんせね、もうトロトロにとらわれすぎるとね、高確率でたこ焼きが崩壊します。
まあ、僕もね、かつてお店で出てくるみたいなトロトロたこ焼き作るでーってね、まあ、意気込んだはいいんですけど、まあ、呼吸をするようにね、次々と失敗して、まあ、悲惨なね、小麦粉スライムが大量生産されたという、まあ、苦い思い出があります。もはやたこ焼きを作っているのかスライムを作っているのか、まあ、途中からね、わからなくなっていました、まあ、ちなみにね、味は結構うまかったです。まあでもこうやってね、まあ、粉もん欲求が高まって、まあ、自分で手間暇かけて作って、まあ、ことごとく失敗、まあ、かろうじてできてもね、やっぱお店の方がうまいっていうのをね、繰り返すとね、改めてこういうね、お手頃な値段で鉄板焼きが食べられるお店のありがたみっていうのをね、非常に痛感しますね。まあ昔ね、若かりし頃は、粉もんなんか小麦粉と野菜がほとんどなんやから、原価めっちゃ安いやろってね、もうね、可愛くないね、原価中の鏡みたいなことを思ってた時代もあったんですけど、今思えばね、もう若気の至りでしたね。むしろね、この値段でですよ、野菜切ったり生地作ったりして、まあ、お店によってはね、焼くところまでやってくれたりして、まあ、それでいてね、設備費用、光熱費、後片付けも全部ね、お店負担ですからね、もう材料費なしの、このね、手間賃とか諸費用だけでもね、安すぎるぐらいです。まあ、年を取ってね、まあ、ようやくね、この鉄板焼きの良さ、ありがたみが分かって、まあ、この飲食店のね、ブックマークも最近この鉄板焼きの店がね、増えてきた今日この頃なんですけど、一点ね、致命的な問題がね、浮上してるんですよね。いやね、マジでね、今、どこもね、お店やってないです。まあ、こういうお店って、まあ、基本的にね、会社外の社会人とかがね、メインターゲットになるんで、たまにね、今お伺いしてるお店みたいに、まあ、ランチ営業やってるところもあるんですけど、まあ、ほとんどはね、17時以降だけ開店みたいでね、まあ、夜だけ営業の店が多いんですよね。まあ、そんな中ですよ、今、コロスケちゃんの影響で、まあ、20時までしかね、営業できないっていうね、まあ、宣言が出されてるんで、要請ですね。まあ、実質ね、2、3時間しか営業できない店が多いんですよ。まあ、こういうお店ってね、まあ、入ると、まあ、滞在時間大抵ね、2時間以上、まあ、待ったりするんですよね。だからね、オープンと同時に入ったとしてもなかなかね、カツカツですよね。まあ、しかもね、アルコールのラストオーダーって、まあ、20時閉店ってなるとね、だいたい19時ぐらいに来るんですよ。まあ、そうなるとね、ちょっと客からしてみたら結構きついと。まあ、そしてね、お店側からしてもね、まあ、そのね、わずか2、3時間のためにね、従業員に来てもらってたり、まあ、食材の在庫を抱えたりするのってコスト的に見合わないんでね、結果どうなるのかというと、もうほとんどの店がね、緊急事態宣言中、営業自体をしたくなると。とまあね、こんな感じで、まあ、鉄板焼きみたいな居酒屋形態の店ってね、ほんと今どこもやってないんで、まあ、鉄板焼き欲が高くなったね、今に限ってね、全く行くことができなくなってるんですよね。まあ、人のいない時間帯に、ソーシャルディスタンス、保って、まあ、感染対策万全にした上で、まあ、できる限り貢献していくとかね、まあ、そういうレベルじゃなくて、まあ、そもそもね、もう営業自体してないんですよね。まあ、これに関してはね、まあ、仕方ないっていう部分であるんですけどね。ただ僕らはね、まあ我慢すればいいだけなんですけど、問題はね、お店さんですよね。まあ、協力金もらってるとはいえ、まあ、お店によってはね、やっぱかなりね、この緊急事態宣言中っていうのはきついと思います。これに対して今はね、ただ祈ることしかできないっていうのが何とも歯がゆいところであるんですけど、まあ、緊急事態宣言が明けたらね、まあ、今まで溜め込んでた分ね、もう全部、まあ、お店に課金しまくって、まあ、微力ながらね、お店の復興に貢献したいと思います。まあ、僕もね、闇の自炊ガチャからね、解放されるんで、まあ、ウィンウィンですね。さあちょっと遅くなってしまったんですけど、皆さんも気になってるであろう恒例のお店のメニューについて紹介していきたいと思います。このお店、三代目たくちゃんさん、鉄板焼きのお店だけあって、まあ、お好み焼き、焼きそば、たこ焼き、モダン焼きなど、まあ、粉もんを中心にいろんなね、メニューがあるんですよね。特徴としてはもう全体的にね、とにかく安いですね。まあ、一般的にね、手頃な価格帯で提供されることの多いこのもんなんですけど、まあ、にしても安いですね。まあ、例えば、お好み焼き部門だと、これ豚玉がね、500円です。ワンコインですよ、ワンコイン。まあ、ここまで安いとね、まあ、量が一品ぐらいのサイズでちょっと少ないんちゃうんってね、まあ、逆に不安になってきちゃうんですけど、まあ、今回のね、デカ盛りのこの3人前お好み焼きの上に乗ってたのがね、まあ、1人前なんですよ。
まあ、正直ね、まあ、ご覧いただいたらわかるんですけど、後でまた、まあ、全然ね、ちっちゃくないです。むしろね、あれ1個と、酒とか他ちょっとね、一品物頼んでつまんだりしたら、まあ、まあまあね、ハマラパンになりそうなぐらいですね。そしてこの安さはお好み焼きだけではありません。まあ、豚焼きそばもね、これ500円です。いやー、ぶっ飛んでますね。他にもね、豚玉モダンが650円、たこ焼きが15個でね、650円など、このもんにね、ビールとかサイドメニューつけたとしても、もう4桁以下同価レベルのね、もう価格になってます。これはヤバタニ園。あとね、このお店途中にも申し上げたように、まあ、昼の11時からね、通しで開いてるんで、まあ、昼飲みができちゃうのも嬉しいポイントですね。昼飲み。ささやかながら贅沢な休日の過ごし方。仕事のことを忘れ、明るいうちからね、鉄板焼きおかずにお酒を飲むのはさぞ幸せなことでしょう。さあ、登場じゃなかなかインパクトのあった炭水化物マウンテンたちも残りはだいぶ少なくなりました。まあ、とは言ってもね、3人前を4分割した中の2枚分。まあ、つまりね、実質まだ豚玉 1.5 人前あるんで、まあ、残りわずかって言ったら諸説ありますけどね。微妙にね、残り時間も迫ってる気がしますけど、まあね、まだ焦る時じゃないです。あと9分あるんでね。ちょっと夏休みの終わりの小学生みたいなこと言ってるんですけど、ちなみにね、さっきこのもんが安いって話したと思うんですけど、まあ、他にはね、他のメニューは、まあ、トンペイ焼きとかホルモン、海鮮焼きなど、粉もん以外の鉄板焼きとか、まあ、あと馬刺し、マグロユッケなどの刺身系、あとはね、唐揚げ、串カツ、ポテトフライみたいなね、この揚げ物系など、まあ、居酒屋で提供してそうなものはね、軒並みラインナップにあります。そして、これもね、トンペイ焼きが380円だったり、なんか砂ずりがね、380円だったりと、粉もん同様ね、まあまあえぐい安さで提供されてます。鶏皮に至ってはね、これ1本100円ですからね。100円。ワンコインもワンコインですよ。100円の方のワンコインです。ガチャガチャ回す感覚でね、鶏皮を頼むことができます。ちょっと物価がね、もう平成通り越して昭和にタイムスリップしてる感ありますよね。言うてる間にチャレンジの方も大詰めですね。てか地味にね、残り時間3分切ってて笑うんですけど、余裕とは一体何だったのか、まあ、最後ね、まあ、焦るところまでしっかりと夏休みの小学生を再現しております。さあ最後はなぜか鉄板の上に一人だけ残っていたぼっちたこ焼きちゃんを口に放り込んでフィニッシュです。ごちそうさまでした。もう食べていいの？あ、全然大丈夫です。まだ入る？まだ入ります。まだ入る？ちょっとお腹痛い。なんでそんな入るの？どこ入ったん？はい、ってことでここまでご視聴ありがとうございました。いや、やっぱね、今回改めて思ったことは、粉もん炭水化物最強ウェイってことですね。一生ついていきますわ。ってことでまた次回もね、よければよろしくお願いいたします。さよなら。